藤村官房長官は新たなエネルギー確保のためアメリカ本土からの LNG ・液化天然ガスの輸入に向けてアメリカ政府と協議していることを明らかにしましまた。さまざまなレベルで米国に対する働きかけを行っているというのは事実で今後とも北米からの天然ガスの輸入の促進に日本としては積極的に取り組んでいきたいと。政府は国内のの原発の運転停止や イランからのの原油輸入削減などにより、エネルギー供給の多角化を目指しています。アメリカでは火力発電の燃料となる天然ガスの採掘量が急速に伸び価格も下がっていることから政府は去年9月に牧野経済産業副大臣をアメリカに派遣するなど輸入促進に向けた協議を行っていました。